夏のあの日、思い返せばわかることだった。君の眼差しは全て知っていたのだと。久しぶりに来たけど変わんねえな。君もバイト？仕事の内容はペンションの管理全般だ。そういえば、なんでここでバイトすることにしたの？門が開きかけてるから。おい、ケンタ、大丈夫か？私が殺したの。自分が死んでるってことはわかる？千年前にこの門が作られるまではな。これが前の人生の記憶。結界が張られたのは千年の昔、だんだんと破れつつある。直ちに都へ参れ。門が完全に開いて、この世が鬼たちで満たされてしまう。無様な姿じゃ。どうぞ。俺は悪くない。気持ちがついていかないんだよ。どうしたらいいのかわからないんだよ。あいつを忘れた日なんて一日もない。生きてる時も死んだ後もだ。人生の苦難や困難には必ず意味があるの。